中心蔵下の巻、雪の巻は、これまで、同名の映画として2本制作されている。1954年に小畜が制作した作品と1962年に東宝が制作した作品があり、双方で8代目、松本幸四郎が大石倉之助を演じているが、それ以外は全く異なる脚本で、スタッフキャストも違う。 1954年10月17日公開で、小竹製作、配給。監督は、大曽根達夫で、主演は八代目、松本幸四郎。モノクロ、スタンダード、188分。戦後 GHQ の統制下では制作されなかった、アコ事件を、戦後初めて、中心蔵のタイトルで公開された作品。配収は2億9064万円で、 1954年度の放画配集ランキング第2位となった。大曽根達夫監督は、古くは、絹笠定之介監督の下で、中心倉湖慶の巻江戸の巻で、監督補助を務め、その後も、松竹一筋に、時代劇を中心に作品を作った。この1954年、中心倉ゲの巻、雪の巻の3年後の1957年に、 大、中心蔵、そして1962年にはその続編、義志島月を作り、この他に戦前は、坂東光太郎で、月形半平太、雪の城変化、闇太郎残悔、戦後は、坂東つま郎の、暴れ獅子、嵐寛十郎の、倉間天狗シリーズ、市川歌右衛門の、旗本退屈男、江戸城まかり通る、美空ひばりの、ひばり姫初の道中、 7化た抜き5点、高田孝吉の歌うやじ北尾権道中などの多彩なスター映画でメガホンを取り、1953年には、松竹創立30周年記念映画、花の生涯彦根編、江戸編も監督して、松竹時代劇を代表する映画監督である。資料によっては、大曽根達夫、大曽根達夫とも記されている。公開時のパンフレットには、 映画史上空前の豪華大作と歌われた作品で、公開当時の資料では、第1部104分、第2部137分の合計241分の映画であった。後に、DVD 化された時に、パッケージの説明では初公開時は3時間53分で、現存する、原版は188分として、戦後に単独公開された中心ぐ映画の中では、 最長尺の作品とされている。1962年11月3日公開で、東宝制作、配給。監督は、稲垣博士。主演は八代目、松本幸四郎。カラー、東宝スコープ、207分。昭和37年度文化庁芸術祭参加作品。東宝創立30周年記念映画の一本で、東宝オールキャストで描いた中心ぐらい映画。 原節子と横山運平の最後の映画出演作でもある。配集は2億8千1 0万円で1962年度の邦画配集ランキング第8位となった。ありがとうございます。